アビス回復だけしとこう。で四魔貴族は全員倒していきます。まあ、なんかどっかの回でね、四魔貴族を倒さないで破壊するものを撃破するっていうのもやりたいけど相当きつそうだよね。じゃあ一体一体倒していきましょう。虫けらに倒される運命、分かってるじゃないか。少年が仲間になったから陣形が戻っている。しょうがない、クリーファイトで行こう。でここはマスカレードウェイクアップさせればかなり火力が出ると思うんだけどね。長期戦モードで行こう。勝利の弾を使う。でここはスターバースト、アースライザーはねダメージカットがあるっていうのが分かったかな。高速ナブラ340。あれこれってアースライザー全員食らわないか、もしかして。フリーファイト、それだったらかなり厄介だな。まあ、このターンはねちょっとダメージ低いのはしょうがないんで、ウェイクアップ、弱アースライザー全員食らってる。めんどくせえ、100ちょいか。回復はしよう、久々の回復だな。で乱れ雪月か、これでいくつ当たるかだよね。無双三段で今度は七星剣をメインに分身剣、4900いいね。サイレンゲ強い。この四魔貴族からいきなり敵の強さが上がるよね。いいね、分身剣強い。本当に乱れ雪月か。3300、まあ悪くない。高速ナブラ261、ヒットポイント的には2人回復入れたいな。でも竜神烈火剣は打つでしょ。で高級傷薬、まあマスカレードいくか。武装サンダーもまあ強いは強いから攻撃入れておきたいんだよね。分身剣は絶対攻撃してる。よしね、見切りを極意化したいんだよね。たまたまウォードは見切ってたけど極意を取得してるわけじゃないんで、他のやつらに来ると食らっちゃうんだよね。トリニティブラスター、これ3回か。ローラもう1回回復だな。ノーラとタチアナを回復させておくか。あもうないこいつ。サザンクロスで攻めるか。じゃあウォード、ノーラどうしよう。いいか、回復させよう。よし、もう見切った。極意化してくれ。見切りの極意はね本当手に入れられたらラッキーっていう感じだから。高級傷薬自体は数はある。で最終戦はもう蹴散らないで生命の杖どんどんシャッタースタッフを使っていこうと思います。でエレンはそろそろ回復しないとまずいよね。200台か。でウォードがまだ持ってるから永遠に回復できるわけじゃないから、誰も術を覚えてないからねこのメンバー。サンダーボール、盾持ってんの強いな。竜人の盾はいろんなものを防御できるからね。よし OK、
ちゃんとスペキュレーションにしてこよう。よし、レベルアップ。ってか槍召喚とか、お、いいね。行使見切り極意取得した。これはかなりでかい。アウナス戦、こいつは例によって遠距離で行きます。ペルソナで蛇剣で勝利の歌は唱えておく。でどうする、ウェイクアップは一回使うか、やっぱり。でスターバーストも使っておこう。ちょっとここら辺食らっちゃうかもしんないけど、それはしょうがないもん。友人劣化剣じゃないからダメージは減るけど、エアスラッシュ100くらいだったらなんてことはない。結局ラウンドスライサー覚えられなそうだな、ノーラの力では。覚醒せよ、失礼剣アチェガー。すっげえ食らうんだけど、これ詩人死んだんじゃねえか。こいつもやばいよね。あっち死んだ、こいつはマジで死んだ。なんてこった、こんなに炎のマントが強いとは。回復の回だなここは。で分身剣大丈夫だったはずだよね、なんか死んないけど。あでもあれか、二刀流だから結局食らっちゃうのか。あー詩人死んだなこれ。ちょっとめんどくせえな、やっぱりこいつは。死に決めのカバン、こいつは見切ってる。でエレンとノーラか、二人は回復に入らないとちょっといけないね。血走り効く、いや飛んでんなこいつ絶対。だったら乱れ雪月か、これ二人食らう。155か、意外に食らったな。回復火炎、厄介だな本当。竜鱗の盾略奪は分身剣食らいそう。これ二刀流じゃなくて盾装備させよっかな。ちょっとこれもし死んだら詩人の二刀流をやめよう。あっち、いやほんと熱いわ。ペルソナの2つしかないのか、呼吸傷薬じゃ、ヘビ剣こいつもないもん。じゃあ流星書で蘇らせてもさ、結局ダメージ食らって死ぬんだよね炎のマントで。いや火炎が強い。ヘビ剣どうする、詩人一発にかけるか。蘇らせて分身剣使わせてそのまままた死んでもらうっていう。ノーラがやられた、いやほんと厄介。これエレン死ぬんじゃないか、耐えきれなそう。197耐えきれない、いや強いぞこれ分身剣。死神の鎌、死んだ分身剣。これで倒せないと終わる。うわ終わった、強い。てか厄介だ本当にこいつは。では再戦、ちょっと持ち物は変えてあります。でまあペルソナでいくでしょう、でヘビ剣でしょう、ここら辺は変わらず勝利の歌で。ウォードはもうちょっと氷の剣でウェイクアップしてらんないんで火力を出しに行こう。これどうなの、なんかダメージ食らわないやつがいい。ちょっとこれ使ってみよう。七星剣はさすがにスターバーストで覚醒させておこう。死神カマ、よしこれは見切ってる。龍神烈火剣が打てないっていうのもまたね、
火力不足の要因なんで。でノーラはスマイル外してちょっと回復ができるように生命の杖を持たせてあります。もう蹴散らない。ここら辺はあけ571とか食らいすぎだろう。氷の剣、おお、よしよしよし、これでいこう。とにかく反撃を食らわないこと。待って待って待って、こいつじゃねえよ。でこれでしょ。で分身剣、詩人も二刀流にはしてないです今回。で竜鱗の剣は外してある。長期戦を見据えていこう。毒戦結食らうんだやっぱり。蘇って死んで蘇って死んで、ただこれは死ぬ価値はある。ゲゼロとかなんでファイアウォールがあるから。183、いやまだいけるな。まあ、ヘビ系そんなに軽くないから早めに回復させておくか。全開するわけじゃないからね、400だから。これなんでダメなの。もう一回やろう。ファイアウォール使われてるからな。これでダメだったらちょっと悲しいよね。死神の鎌、よしミスった。何ファイアウォールの力っぽいな。これファイアウォールなしでダメージが通ったら確定だね。ちょっとこのターンは攻撃でいこう。分身剣も使う。スターストリームだったら反撃食らわなそうだよね。ほら4000、火力は高いな。十分だ。あれ二刀流になってる。外したつもりが実は外れてなかったっていう。だから反撃食らってんのか。これやばい。いや死んだ。シャッタースタッフ使うか。ああ入るね。やっぱりファイアボールだ。ペルソナシャッタースタッフ使います。ここはでシャッタースタッフの回復量ってなんか杖レベルに依存してるとかだったらかなり弱そうだけど、どうなの。まあ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 、350回復してくれれば全然大丈夫。よしこれはもう分身剣の火力でまた押し切るか。ペルソナがちょっと弱いから回復させよう。ノーラをで分身剣は撃つ。死んでもいいからとにかく火力を出す。竜鱗の盾マジ強えわ。いやしょうがないしょうがない、もうそういう戦法だから。オッケー倒した。いやーマジでアウナス厄介だよ。体術レベルアップ、よし。槍召喚もアップ。あと2匹ポルネウス戦。ここは最大火力でいけるんで、まずは処理の段、これは絶対かけておく。でマスカレードはウェイクアップ、で出生剣もスターバーストで覚醒させておく。最初のターンはちょっとやることが多いからね。5000、メールストロームいきなり来たんだけど、これいくつ食らうの。いや結構食らうな。
もう一回ちょっと危なくなったらシャッタースタッフ使うか。デイキ、あ、これ一人336、1500。ピックアップはちょっと弱いよね。竜神劣化剣は打つでしょう。で、高級傷薬でスマグでいこう。無双三段どうしよう。400、500か。いや、生命の杖を使う勢いで攻撃を仕掛けていこう。高級傷薬二段突き、よかった。氷の剣装備してなくて。3700、いいね。4900、スコール。これなんか結構食らいそうだな。そこそこ食らうな。シャッタースタッフで一回立て直すか。どうする。400、300が2人。いや、一回立て直そう。安全に行こう、安全に。誰だっけシャッタースタッフ持ってんの。え、もしかしてエレンとか。シャッタースタッフ使おう。至れ節月か。なんかそこまで火力が出ないな。マスカレードってそんなに攻撃力高くない。なんか42って書いてあった気がするんだよな。大車輪見切ってる。これブレードロールなんだ。大車輪も大車輪を全員かわしたのはかなりでかいね。霊気、これは耐えられる。260、結構強かった。3000超えてほしいな。乱れ節電か。で、立ち穴で回復しよう。誰だっけ、ノーラが食らったのは。氷の剣の効果安定かな。さっきみたいにね、二段突きとか食らってフリーズバリアが発動するとかなり悲しいことになるからな。いや、やっぱり魔王の斧を持たせてブルクラッシュで攻めるか。ブルクラッシュだったら銃で済むし、結構コスパいいからね。いや、竜鱗の盾ほんと強えな。そうすると2枠使うんだよね。氷の剣で1枠、魔王の盾で1枠。てか魔王の盾持ってきてねえや。よくよく考えたら置いてきてるわ。ダメだ、この作戦却下。やはりマスカレードで行くか。ちょっと詩人1回回復させよう。メイルストローム来たけど、もうそろそろ押し切れるはず。よし、オッケー。いや、一回シャッタースタッフ使うだけでもだいぶ立て直せるからね。オッケー、上がる上がる。剣レベル上がんなかったか。では残り1体荒決戦。クリスナーガより1個強い武器ってないのかな。召喚って何が一番強いんだろう。ウェイクアップで七星剣はスターバースト。毒セットか。いや、結構食らう。ただこ
つ単体火力が強いよな。水地、これもガードできるんだ。何でもガードできるな。ただウェイクアップで1000超えるからね。オッケー、地層がでスマウグにして武装三段。ブルークラッシュでいくつ当たる、ちょっとやってみよう。少し余裕があるはずだから。毒性900とか強っ。スタンした。エレンが死んだ。そしてこいつ大進撃使ってくるのか。大進撃見切ってたからな。封印しちゃったんだよね、極意取得する前に。ただ技に余裕のあるやつらは封印してないから。ファイチドリって何なの。もう一回回復だな。でブルクラッシュ分身剣、本当はマジで火力で押し切れる。体落とし、最高の薬ってなんか2周につき1個くらいしか手に入んないんだけど、どこにあるんだろう。だから使ってない。最後のボスでしか。大回転機関ブルクラッシュ2200。まあ悪くないね。どうしようかな。ウォードがちょっとやばいか。でバーバロはもうねえや。サザンクロスで攻めてノーラで回復させるか。乱れ雪月下がじゃあいくつなのっていう話。最強だ。いいって676生きてる。一応全回復させといてよかった。分身剣これで終わりそうな気がする。やはりな。結局乱れ雪月下がいくつ当たるのか分かんなかったし。オッケーオッケー。お、地震攻撃見切りを極意取得した。では最後破壊するもの戦に行きましょう。ではラスト破壊するもの戦で一応こんな感じですね。エレン体術レベルは36、生命の杖とルーンの杖、シャッタースタッフ2回使えて高級傷薬、高級傷薬。ババロアちゃんはクリスナーガ、竜輪の盾、生命の杖と最高傷薬で、ウォード氷の剣持たせて傷薬、傷薬、生命の杖。ノーラ西王の槍とスマウグで生命の杖と高級傷薬で、詩人は七星剣と竜輪の剣、二刀流になってます。で最高傷薬が1つとこれ超邪魔。突撃しますか。いざ最後の戦いへ。これだけ生命の杖用意すれば押し切れると思うんだよね。サラエレンお姉ちゃんって言わないんだ。ちょっとよそよそしいな。始まった。あ、そうか、アビス地層があるから月の骨だっけ、デッドハートだっけ、これ装備してこう。なんか一個ずつ外してこう。何外す。カムイの物結構有用なんだよね。強化道具外しちゃうか。これデッドハートにして、クマちゃん超邪魔。ガードリングをデッドハート、こいつもガードリングをデッドハート、ガードリングをデッドハート、みんなガードリング装備してんだ。よし、これでいきましょう。行くぞ。こいつにうちの工房の武器が
通用するかしら。いや全然通用するでしょ。だって竜輪とか作れるからね。ちょっと怖いよ。でも戦う。来てよかった。最高の音が書けそうです。とんでもない大仕事に巻き込まれたもんだぜ。報酬は出ないけどね。サラ帰ろう。ファイトになってんだけど、ちょっと待て。仕切り直し、スペキュレーション。まずは早々に闇の翼を発現させる。エレンは竜神劣化剣で攻め立てよう。で最初はまあ普通に。で勝利の歌を唱えておく。乱れ雪月か。必殺剣もスターバースト。どのくらいの火力が出るか。2900。まあ悪くはない。もう霊気効かねえじゃん。氷の剣装備してるから。フリーズバリアが発動しちゃうとダメージ量がだいぶ落ちるからね。860か。なんかちょっと火力不足な気がすんな。1700。まあ悪くはないね。確かに。ではこのままガンガン攻める。スマウグ武装三段。乱れ雪月か。だいぶ使えるな。ってか詩人とか技ポイントめちゃくちゃ多いな。なんで立ち穴と比べて全然違うんだけど、立ち穴が技ポイント全然伸びないんだよね。3900。なんか片雨こいつ防御してたのか。勝利の歌でそこまで上がんないよね。だって158しか使ってこなかったからね。一旦ね、大体2回攻撃してくるでしょう。もう一旦かかるか。ちょっと回復はしないでおこう。このままガンガン攻める。4500。アシッドスプレー全体か。もう早々に使おう。シャッタースタッフ後のセーブデータじゃないっていうところがいいよね。シャッタースタッフ使っても次に引き継がれるから。このターンでトータルエクリプス決めたいな。ホットサンダー結構強いんだよね。3回来るからな。うわエレンやばい。常に回復できるやつがいないから。メガサクション、これはピーク食らう。体こう何回攻撃してくんだよこいつ。エレンがやられた。ただ闇の翼は発動させた。ここからが勝負だ。これ月の術か太陽の術を使えば闇の翼は無効化できるんだよね。太陽の翼が発動して闇の翼をね打ち消せっていう。シャドーサーバントとか持ってくれば結構いいんだろうけど、今回は持ってきてない。で生命の杖パワーヒールが使えて、どうしようかな。いやこっちでシャッタースタッフ使おう。でパワーヒール一応エレンに打っておこう。で乱れ雪月花と必殺剣は攻撃をする。体勢を元に戻す。砕け散った。ただ回復量が300だからね。ちょっと
回復してもいくつ200か悪くない。これ何に依存してんだろう。コンボ？ローラはね結構コンボの力があるんだよ。いや400も食らうの。でアビス地層では体力は減らない。そういう風にしてルーンの杖を使おう。でババフちゃん攻撃する。これは詩人だな。回復すでにシャッタースタッフを1個ずつ使っていけばかなりいい状況で、ルーンの杖の方が回復量あんな。そういうこと？分身剣がマジで強い。5000サザンクロス火力不足なんだよね。でも2000当たるか。これになって防御力下がってる。アビスの風、いやこれはもうシャッタースタッフで早々にカオスディザスターゼロ。いいね、なんだかんだでいいね。あーでも400あるか。いや回復しておこう。エレンはちょっと竜神劣化剣の減りが激しいんで、ゴード1回回復させよう。生命の手シャッタースタッフ、詩人はなるべく攻撃に参加させたいからね。竜神劣化剣か分身剣どっちか攻撃させれば大丈夫か。ナイトメア、いや鬱陶しい、これはまずい。これで起きてくれ、とりあえず起きてくれ。145でゲッ。このさハートがつくのが意味わからんよマジで。393か、最悪詩人死んでもいいんだけどな。いやここはちょっと悩むな。シャッタースタッフかけとくか。エレン動かなかったね。エレンの方が早いはずだから。ここでエレンが動かないってことは攻撃しなきゃ。シップ剣ゲッひどすぎる。1421とか。とりあえず全員起きてくれ。これでいやーどうしよう。こいつは攻撃しておこう。で使えないから傷薬打つしかないよね。一応よみがえらせておく。死神の鎌、エレンは見切ってる。てかエレン攻撃しねえな。スターストリームかよ。これ全滅するんじゃね。距離によってスターストリーム使うとはなぜか。ボード食らわなかったし、これは食らうでしょう。アビスが破壊の力で満たされる。こいつシャッタースタッフ使っちゃったからな。ちょっとエレンを蘇らせよう。シャッタースタッフすら使えないの。ちょっと傷薬詩人、うわこれは死ぬぞ。ノッキング、よし4しかない、あと LP が。治った、シャッタースタッフ使おう。でスターバースト、ちょっともうこいつ何なの。死神の鎌期間、なんか知んないけど期間。あ指輪装備してるからか。ハウリング、なんか死んでる人がゲッ攻撃しだした、ひどい。そういう効果があった。ちょっと体勢を立て直す。これで295回復量が微妙だな。エレンシャッタースタッフを使おう。でシャッタースタッフを使えばまあ立て直せるはずだから、そう3段ボードは攻撃するしかない。乱れ接撃か。詩人も攻撃だなこれは。ゲッ、エレンやられた。
先にシャッタースタッフが撃てなかったか。今回ちょっと火力で押し切るターンになっちゃったな。ハウリング、これエレン何するんだよ。機関なんか生命の杖で殴り出したね。よかったよかった、体術じゃなくて。え、あと誰の生命の杖が残ってる。知人か。最高傷口一応打っておこう。ノーラはもうないよね。攻撃に入ろう。総3段で、ウォードも攻撃するしかないで、詩人だな。げ、詩人持ってねえじゃん。ということはちょっと体力の低いタチアナちゃんを回復させるか。エレンがシャッタースタッフ撃たないと。あー倒したか。火力で押し切ったね。シャッタースタッフがなかったら本当にきつかったこれ。サラ、大丈夫なの？全然平気。みんなに会いに行こうよ。また詩人。こいつは完全に全てを見てきたからな。今いずことか。お前だけ帰ってきたのか。帰ろ。ということで無事エレン編が終了しましたので、次の主人公はトーマスでやっていきたいと思います。でトーマス編でちょっとねトレードの方、全部やっていきたいと思いますので、今までね一回もトレードやってませんでしたので、まあ、ちょっとこの機にやっていきたいと思います。じゃあトーマス始めていきましょう。まあ、名前はそのままトーマスで。で何がいいの。マジでわからん。もうそのままでいくか。でもこれっていいや、そのままでいこう。で槍、魔力が20、ちょっと魔力高めだな。見ていこう。カリウドだと何が高くなる。魔力23、学者は魔力24。いや魔力は別にいいんだよ。俺としては腕力、器用さ、素早さ、そう考えるとやっぱり武人が一番無難なのかな。トーマス自体が多分魔力高めなんだろうね。器用さ11しかねえ。17、15、素早さ18。あーやっぱこれが一番無難かな。これでいきましょう。もうここら辺はサクッと。ここはトーマス側に会話が寄るんだよね。トーマスってほんと何でもできるよね。我が家の伝統でね、男は戦い方から飯の作り方まで一通りこなせるように仕込まれる。俺もおじいさまに厳しくしつけられた。あの怖いおじいさんね。あ、ごめんなさい。いいんだよ、本当に怖いからね。ユリアンはうまくやってるかな。うまくはやってない。エレン、やはりめちゃくちゃ強い。ちょっと序盤はエレンで駆逐していこう。ガルダウィング、
様など一瞬だ。最初はね武器持ってないからね、体術はその武器のものに依存されないから強い。ちょ、分身剣でいいかな。分身剣まで回ってくるか分かんないけど、無双三段、これでいくつ当たる。2000、一発だ。竜神烈火剣の出番はなかった。この辺りであんなモンスターが出るとは。歩道類へ送り届けよう。ミカエル様が物をくれたけど、いらないな。装備する価値もない。ではレオニード城、いつも通りのイベント。これ財宝の洞窟ってさ、なんか財宝取んなきゃいけないのかな。このまま出てクリアになんないかな。よし、クリアになった。もうこれでいこう。財宝などいらん。トーマスよ、今度のことはよくやった。だがな、お前はまだまだたくさんのことを学ばねばならん。フィドナへ行け。魔王が現れるずっと以前からあの都市は世界の中心だ。行ってさまざまなことを吸収してくるがいい。はい、おじい様。もう一つお前に頼んでおきたいことがある。フィドナのクラウディウス家は我が家の昔からの友人だ。だがルートピーヒットの戦いに敗れ、当主のクレメンス殿も亡くなられて没落してしまった。クレメンス殿には娘が一人いたはずだ。その娘の消息を探ってほしい。了解しました。ルートビヒフやピドナの支配者、メッサーナ最大の実力者だ。気をつけてな。ミルスからピドナ行きの船が出ておる。たまには手紙を書くのだぞ。ロワーヌ、ロワーヌのどここれ。あ、雇いやじゃん、ただの。ユリアン、トーマス、俺は新しくできるモニカ様の護衛隊に入るんだ。俺はピドナ行くことになった。お前を誘おうと思ってたんだかな。こんな時代だ。明日がどうなるかもわからんが、また会おう、必ずな。行ってしまった。ちょっとサラに先に話しかけておこう。サラ、俺はピドナへ行くことになった。私もピドナへ行ってみたい。あんたが一緒じゃトーマスの邪魔になるだけよ。そんなことないよ。だってお姉ちゃんがいなくても一人でトーマスの手助けはできるわ。ああそう、ずいぶんと大人になったわね。こいつトゲがありすぎだな。一人でピドナでもどこへでも行けば。ふん、行っちゃった。驚いたな。二人が喧嘩をするの初めて見たぞ。一体どうしたんだ。わからない。ピドナへ行きたかった。そうしたらエレンには俺から話しとくよ。大丈夫、分かってくれるさ。てかエレンは仲間にしとこう、早急に。強いから。トーマス、俺は北の方へ行こうと思う。どうだ、一緒に来ないか。ピドナ行くんだ。おじい様から勉強してこいって言われてな。ハリードこそピドナ行かないか。ルードヴィッヒとはいろいろ昔あってな。ピドナには近づきたくない。そうか、そんなのがあったのか。ではピドナへ行きましょう。トーマス様ですね。お待ちしておりました。ここら辺は一緒で。サラはいるの？あ、サラいるね。ミューズ様のイベントがどう進んでいくかだよね。クラウディウス家の人たちのことを何かご存知ですか？詳しい話が聞きたいかね。ぜひ。今から15年前、試食の1年後のことだ。アルバート王が急死された。後継者を指名せずに王国の軍団長たちは我こそはと次期メッサーナ国王と名乗りを上げた。その中でも一等地を抜いておられたのが、この衛兵軍団を指揮しておられたクラウディウス家のクレメンス殿であった。10年後の戦いの後にはクレメンス殿が王位につくのも間近と思われた。ところがリブルフの軍団長ルートビッヒ殿がこれに挑戦してきたんだ。彼は軍団を率いてピドナーの近くに上陸し、クレメンス殿と戦を交えた。頑張れ、頑張ってクレメンス。
士気が下がってる。ならばこちらも全軍突撃。引け引け、全軍退却。指揮官逃走、ルートビッヒが逃げました。こうして戦いはクレメンス軍の勝利に終わった。だがその時クレメンス殿が神農教徒の手によって暗殺されたのだ。クレメンス殿は王国内での神農教徒の活動を禁じていた。そのための暗殺だったと言われている。強敵の死によって救われたのはルートビッヒ殿だ。この衛兵軍団は降伏し、ピドナは彼の手に落ちた。対面を重んじたのか、ルートビッヒ殿はクラウディウス家の者の罪を問わなかった。しかしクラウディウス家の財産は没収され、家族や使用人たちはチリチリになってしまった。わしもクラウディウス家の人々の消息は気になるのだが、ルートビッヒ殿の手前探し回るわけにもいかないのだ。へえ。ちょ、待って、もういい、もう結構。じいさん何か知ってるか。酒場へ行ってピンクの男に会いなさい。え、ピンクの男って誰？お前は違う。その前にちょっとね、ノーラを仲間にしておきたい。うわ、捕まってしまった。ちょっと邪魔だお前。やるなこいつ、俺の行き先を完全に封じている。甘い。で、今回ちょっとね、あの攻防を進めていきます。前回作らなさすぎて、あの竜輪が余りまくってるんで、ちょくちょくここには寄っていきたいと思います。まあ、素材もいっぱいあるしね。で、あとノーラがいれば開発が早くなるんで、最初の方は入れておきましょう。よし、ノーラを助けよう。よろしく。で、あと職人も呼び戻すか。お姉ちゃん仲直りしろ。仲間にする。ノーラも強いからね。当面はちょっとこれでサクサク進んでいこう。ピンクの男、こいつか。クラウディウス家の娘、道具屋でピドナジュエルを買ってみな。なんだ、結局こいつらグルかよ、道具屋め。許せん。チキシュ、余計なもの買わせやがって。ピドナジュエル、まあ、1個だけ買うか。クラウディウス家の娘、宿屋へ行ってタダで止めろと言ってみな。宿屋はグルじゃないんだな。タダとかかわいそすぎる。タダで止めろ。わかりました、どうぞ。本当に止めてくれる。ん？これで？なんだ、塞がれているぞ。閉じ込められた。誰に頼まれてミューズ様のことを嗅ぎ回ってる？ルートビッヒか？正直に言わないと生きてここから出られんぞ。俺はロワーヌから来た。メッサーナのゴタゴタとは無関係だ。失礼しました、トーマス様。我々はこうやってミューズ様に怪しいものを近づけないようにしているのです。ミューズ様はピドナの旧市街でひっそりと暮らしておられます。なるほど、行くか。なんだね君は。私はトーマスと言います。祖父のなのです。そうですか、ミューズ様お客様です。少し待っていただいて。やっと悪い魔法使いの呪いを解いてカエルにされていたお姫様を救い出したの。魔法使いはどうなったかって、魔法が全部自分に跳ね返ってきて、カエルで小人で混乱で毒で麻痺で眠りで石化で暗闇になってしまったのよ。散々だな。このような格好で失礼します。あまり丈夫な方ではないのでベッドから離れられなくて。私こそ突然お邪魔して。トーマスと言います。ミューズと言います。こんなところまでわざわざお尋ねいただいてありがとうございます。クラウディウス家の方がこのようなところにおいでとは。私にできることがあれば何なりと。ロワーヌへおいでになってはいかがですか。祖父も喜びます。ありがとうございます、トマ様。せっかくですが、私のこの体ではロワーヌまでの船旅は無理だと思います。それにここもそれなりに気に入っている。あの子供たちも
シャール、あなたはロワーヌへ行くといいわ。ルートビッヒの近くにはいたくないでしょう。あなたを一人にしておくわけにはいきません。ありがとう、シャール。トーマス様、何か面白い話はございません？寝たきりの生活で外の話が聞きたい。そうですね、ロワーヌでは。というわけで今ここにいるのです。大変な事件でしたね。私、ヴァンパイア伯爵の話が気になりましたわ。ヴァンパイアに噛まれれば私の体も。ユズ様、さようなら。ゴン。というわけで、じゃあ3週目トーマス編ですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。